おはようございます。釣り子 TV です。これメガバスの最新ルアーバティッサ Q3F っていうことで、少し前に発売開始されていたんですけども、カラーなんかがね好きな感じのが選べそうなタイミングで一つ買ってきてみました。こういう細身なシルエットのね箕面なんで、バチ抜けシーズンなんかに照準を合わせたルアーなのかなと思うんですけども、気になるところがあってね一つ買ってきてみました。では早速ね、さあさあさあバティッサどうかな。バティッサ1投目、久しぶりにスピニング使うからね。あれオルスですね。ないかも。食った、あーバティッサ食ったけど、バティッサ食ったけどびっくり合わせ、やっちゃいけないびっくり合わせ。いるね、ちょっと慎重に。こんなボイルとかはしてないけど、絶対いらっしゃるはずだからね。結構静かめに動くルアーだから、ボイルしてる時にピンポイントでそっと食わせたい時は良さそうだけど、あ食った、おー一匹目。おーおー元気元気元気ですよ。よいしょよいしょ、ふぅ、バティッサ1匹目、はい1匹目、ふっこちゃん、いや騙されちゃったね。幸先よく1匹目。さあ、おお、あれボイルの音がして、そこ、おっしゃ、くった2匹目、2匹目が来ましたよ。バティッサ、はい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 、元気元気、よいしょよいしょ、2匹目、はい、バティッサ2匹目、いいサイズだね。ちょ、さあ3匹目を狙っていきます。バティッサ、とりあえず愛字引きとか何にも意識しないで、あーやってるやってるやってる、ボイルした、追われてる。あれベイトフィッシュ追ってたね。食わせるよ。たまーにすげえ活性上がるね。うわ、やってる。ああ、ちょっと2匹釣って釣れちゃったかな。あららら。ら追わない。トゥイッチングで食ったよ。バティッサの3匹目。よいしょ。お、よいしょ。おい。3匹目。はい。バティッサの3匹目。あー、
ちょっとトゥイッチングさせてね、ベイトフィッシュ逃がすみたいに使ったら食ってきてくれました。イエイ。お姫かな、バティスザフィッシュ。うわー、引く。元気元気元気。おお、元気元気元気。うわ、太い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 。こっちおいでー。こっちタモが、タモがタモ。よいしょ。よいしょ。たもたもたも、よいしょ。はい、ちょっとね、太いなと思ってたも網使ったんですけども、元気なね、おっかな。おお、東京タワーとシーバス君、バティストフィッシュありがとう。で、ね、バティッサで今ね、魚が入ったのがこれ、これ食ってんだね。ほら、サイズぴったりでしょね。バチッパターンと見せかけてベイトフィッシュを食ってる。そんな時にも、バティスタね、活躍してくれる。ね。いやー、マッチザベイトだね、まさにね。はいはいはい。こんな、ゾンビ、魚、ベイトフィッシュね。ちょうど似てるでしょ。じゃあ引き続き頑張ります。よいしょ。さあ引き続き。何匹釣れるかね。こうバチパターンなのかベイトフィッシュ変色なのか分かんないとき、どっちでも触れるこういうルアー本当ありがたいよね。いわゆるエリア10なんかと似てるんだと思うんだよな。バチ抜けの感じでもめっちゃ釣れるし、かといってあのベイトフィッシュ食ってるような時もしっかり食ってくれるしっていうね。だからツレツレルアーなんだと思うんですけど、このバティッサの極小リップつけてくれたことによって、ただの愛知系じゃなくて、そういうちょっと餌も食ってるよっていうタイミングでね、このちっちゃいリップが威力を発揮してくれてるんだと思うんですけど、なんか本当ね、チラ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 キラ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 ね、いい感じで泳ぐんですよ。だからバチ変色してる時にやったらどうなのかってのもね、流してみたいけど、今日はねバチが流されていく姿あんまり見えないんですけど、で今ね釣ってみたらね、食ったばかりっぽいねベイトフィッシュ吐き出したから、まあそういうことなんだと思うんだけど。おお、送ったよ送ったよ。おい、元気。おい、
ほい。よいしょ。あと、バティッサ外れ、手に刺さり。久しぶり。いや久しぶりだね。ありがとう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 。よいしょ。いやもう釣れないかと思った。ハーモニカ食い、まさにね。おー、いや久しぶりに釣れてくれました。9号のねキラキラに食いましたよ。元気っ子だね。ありがとう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、ちょっと長い。はい。丸飲み。一歩手前。ね。いやー、本当ね元気になってきたね鈴木が。バティッサーひたすら釣れ続けております。やるね君。よいしょ。このなんかローリング系の動きって本当魚を擦れさせづらいような。ウォーブリングブンブンブンもすごい釣れるんだけど、なんかピンポイントでの一発勝負で、こういうローリングでキラキラ綺麗に泳いでくれるやつは、これにさらにカラーローテーションとかもね加えていくとさらに釣れ続いたりするんだけど、ちょっと1個しか持ってないからね、そこら辺はまあまあまあという感じで、ヘロ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 ーっていうねローリングアクションで食わしていくみたいな。なんかトゥイッチングもいろいろ試してるんだけど、あんまりトゥイッチングだとね飛ばないし、そんなに食わないのかなーっていう。川の中のねドリフトの釣りだったらまた違うかもしれないけど、うん、この弱々しいローリングアクションって釣れないんですよね。昔おかっぱりとかであのすごいねこういう水門とかやってた時とか、あの当時はメガバスの X95 っていうミノーがあって、それがもう本当ウォーブルしないローリングだけの動きなんですけど、水門の明暗にね隠れてるようなシーバスにもうめっぽうよく効いた、ね、釣れたっていうのがあって、でその X95 の動きをさらに海っぽくねチューニングした、急にのエドニスだっけな、エドニスっていう今度ミノーもあって、そのエドニスっていうのもねまあよく釣れるミノーなんですけど、やっぱりもうローリングに動きを完全に振ったねミノーで、それがめたくそよく釣れたね。まあでも今でもね本当あの9号の比較的キラキラしたカラーとかね持ってたら、あのシーバスで使うとね本当釣れずにね同じポイントからこう何本も抜いてくぜっていうね、そんだけを移動したくないなって時とかね本当釣れてくれる。で
このバティッサはそのローリング系の動きをさらに表層でね出せるようにチューニングされてるようなそんな感じのルアーだから、ほんとね良いあのこれは釣れんだろうなと思ってね持ってきてみたら、まあこう釣れ続けてくれるからね、今日はもうちょっともうめんどくさいな、あんまり移動したくないなっていうね時とかにねこれ一本持っておくといいかもしれないですね。まあ難点は釣れすぎちゃうから、そのランカーより先にフッコサイズがねしっかり反応してくれちゃうって感じかな。なんかでっかいのを狙う時とかやっぱりそういうフッコサイズが食べれないぐらいのサイズ感のねルアーとかを投げ続けると80アップだなんだ釣る時とかね有利だったりするんですけど、とにかく釣りたいって時はねこのバティスタいいかもしれないですね。とにかく魚が飽きずに、まあ毎回ね釣れはしないんだけど毎回よくいっぱい追ってくるね、よっぽど好きなんだろうなこの動きっていうね、そういう感じですね。おっと潮止まりかな、全然ね流れなくなってね魚も沈んじゃいました。まあじゃあまあでもこっからだよね、さらにこっから一伸び釣れるかっていうのが重要なんじゃないかなと、引き続きバティスタを投げ続けてみたいと思います。いいね、うん、元気。おーい、引き続きですね釣れております。イエイ、したやつかな。結構必要に追いかけてたからちょっとその先に入れたらすぐ食いましたよ。ほぼ完全にベイトフィッシュ追っかけてる感じだったもんね。うう元気元気、でかいでかい、元気元気。あーなかなか上がってこない。わあいいサイズじゃんね。おお、よいしょ、よいしょ、おい、あい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 、ありがとうありがとう、よいしょ。はい、ボイルしてたのはねちょっと長いサイズね、60何がしあるかな。ほら長い、いいね。じゃあ長いんで東京タワーと記念写真、イエーイ。60はね優に超えてる、ね、いやー引くサイズだった。ああいうボイルが起こったら結構素直に食ってくれるんだね。結構見てるともうボイルしたらすぐなんか違うところにあっという間に遥か彼方に移動してるように見えたから、さっきぐらい必要にバコバコ食ってたらね。しかしよく釣れる。
ただ巻きだけでこんだけ釣れてくれるのありがたいルアーだな。もう食っちゃうもんな今も何回も執拗に追いかけてきて、おお、あ、そっち、壁やめて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 、今度の群れはちょっとサイズが長めなのかな、全体にいいサイズだね。よいしょ、はい、さらに釣れております。ちょっとね、長いサイズがね混じるようになってきました。長い長い、いやありがとう、イエス。いやでもね、これあのサイドワインダーのエントリーモデルってあのメンバー限定の2ピースロッドなんだけど、ここでねこう釣げる、こういうのね、あの車の後ろとかに隠しとくとね、こういうね、絶好のチャンスでこう大活躍してくれるっていうね、うん、リールはねこれね、ミラベル、シマノのね、ほんとね安い割にねすごいんですよこれすごい使いやすいね、巻きスピードも、あ、トラブラなさも、まああと軽いね。結構シーバスってやっぱ潮を食らってね、タックルがどんどんねガビガビになっていくっていうのは、まあ海水の釣りだからしょうがないんですけど、そういう時にこういうミラベルとかね、あとこういうエントリーモデルとかすごいねありがたい。やっぱバスの一群タックルとか使っちゃうとね、どうしてもあの実際にバスで行くぞって時とかにね、あれってなんかガリガリ感があるとかシャーシャーなるとかね、怒ったりする場合があるから、案外バスで使う道具とシーバスの道具は分けてるんですけど、うーん、ほんと安くていいタックルが増えてるからね助かります。なんかすげえボイルしてるよ、群れで追ってんじゃねえのか、食え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 、一瞬でバカになるけど一瞬で賢者モードになるな。むずい。ああ。おくた。よし。今のはボイルしたやつでしょ。スイッチングとかでも食ってくれるから、本当なんだろう使いやすい。はい、お疲れさん。はいはい。よいしょ。ああ、たたた、元気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 。すいませんすいません。すいません、元気だった。元気すぎる。まだまだ抵抗。はい、ボイルしたところにすかさずね入れられちゃったから釣られちゃった元気くん。
ごめんね、逃がしてあげよう。鳴りを上げております。なんだこれ、すれがかりかな、全然上がってこない。どうだい、どうだい、ちょっとすれがかり、よいしょ、生後だ、よいしょ、あ、おーおーおー、あ、いた、あぶね、食ったけど。はい、福子くん。では早速ね、開けていきたいと思います。パッケージはね、まあ、こんな感じで、最近のパッケージかっこいいですね。はい、出てきました。バティッサの Q3F ということで、メガバスならではのこの綺麗なカラーリング、ね、お腹の方がこう透けていて、で半分だけこうキラキラしたような感じがあって、で背中にはね、こうロゴがしっかりとね入っております。で最近のメガバスって本当、最初からなんていうか、いい針がついているというか、絶妙なね、あ、この針だったら使いたいなーなんていう針がね、標準装備で最初からついてくれているので、非常にね、好きなんですけども、細すぎもせず太すぎもせず、でもこのサイズのルアーにしては、ちょっとこの大きめな針ね、大物が来ても、できるだけ大きい針乗っけときましたみたいなね、そういった絶妙なセッティングがね、もう出してそのまま使えるなっていう、そんな感じのね、針がいつもついてくれてるなぁなんていう印象なんですけども、このバティッサで非常に気になったのが、映るかな、この極小のね、がついてるんですね。この小さい、爪より小さいね、もう本当にね、小さなこのリップね、これがあることによって、なんだろう、ただの愛字引きとは違うぜっていうね、感じがね、このなんかメガバスならではのこの感じ、この細かい仕事してますねみたいな、このリップがどうしても気になってね、買ってきました。で、事前にね、どういう動きなのかなってメガバスの動画とかで見ることができるんですけども、本当にね、見事にね、このウォーボリングっていう動きを排除した、こう頼りないローリングアクション、非常にスローで弾いても、弱々しくね、でもしっかりとローリングアクションしてくれるっていうね、そういう感じだったんですよね。ああ、いいなーって。でそれを、動きを出すためにこのね、極小のリップがついているっていうことで、バチ抜けシーズンにぴったりだなーなんていうシルエットなんですけども、そういったローリングの動きが入ってくるんで、ベイトフィッシュなんかをね、追いかけてる時なんかも活躍してくれるんじゃないかなと思ってね。あれ、今日微妙にバチ湧いてない、あ、やべえ、ベイトフィッシュパターンだ、イワシ追ってるわなんていう時
時も、そのまんまどっちの感じでもいけちゃうんじゃないかなっていうね、そういう雰囲気を感じたので1個ねぜひ投げてみたいなと思って買ってみました。でジューシードこれ見えてますね、LBO2 とかそういう感じではないんですね、マグネットでこう固定されているね、投げる時にこう下に振るとこう、ちょっと待ってくださいね、はい、この後端の方できるだけ後ろの方に投げるタイミングでね移動していた重心移動がちょっとしたこう変化で前のマグネットにくっついて固定されるっていう、こういうシステムですね、マグネット重心移動システムとでも言ったらいいんでしょうか、こういう感じで、今1個ですけどピーって戻ってねくっつくっていうね、このタイプの重心移動ですね。自分はね LBO2 も好きなんですけど、こういう昔ながらのねこういうシステムの方がいろいろコントロールしやすいななんていう瞬間がたまにあるんで、これはこれで、嬉しいなっていう感じですね。っていうのが、まあ、例えばそのバチ抜けで引き波パターンで狙う時にこう後ろにねこう重りを置いておいて、ちょっとなんだろうこういう姿勢で着水して、通常だとそこからちょっとしたワンジャークとかを入れて前にこう重心を入れてこう泳ぎ出すんですけど、こう後ろに何だろう残したままちょっとなんだ頭上がりな姿勢で引き波立てながらゆっくり引くなんていうね、まあこれでできるかちょっとわからないんですけども、結構ねそう重心を後ろに残しといたまんまアクションとかね、そこから入力してで、まあ本来のねメーカーが使ってもらいたい、こう姿勢で泳がせるとかね、まあ、そこら辺の使い分けなんかも、しやすいんじゃないかな。 LBO2 がね結構ねシャコーンとねすぐねピシッとねこう定位置に戻る感じの機構なんで、こういうちょっとまあ自分で、マニュアル的にねこう前に戻してからアクションさせるみたいなね、そういうルアーも、好きなんですけども、まあこの、リップと、ね、このシルエットと、ね、相まってどんな感じで釣れてくれるのか。はい、というわけでね本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのですね新しい、海用のミノですねバティッサ 93F、 これをね開封してみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。